犬配信です。せっかくなのでね、くれました、さえちゃんが耳。イエーイ、これでいつでも犬になる権利を得た。やっほー、みんなこんばんは。としあきかわいいいっぱいありがとう。パハルベル、くまちゃんありがとう。あ、くま犬です。やっほーやっほーやっほー。本日は新木場近藤最高生誕ライブ、来てくださった皆さん、配信を見てくださった皆さん、ありがとうございました。とっても楽しかったです。そう、髪型もね、今日はおろしで耳をつけてライブしました。パラビって言おうとした。UNEXT さんの方でライブのアーカイブ配信もありますので、もしまだ見てないっていう人はアーカイブをチェックしてくれると嬉しいです。今日のライブで新曲が、よいしょ正座してみた、新曲が初披露されました。タイトルが BPM180 です。BPM180、 夏の恋愛ソングで、アイドルソング、アイドル曲っぽい、結構アップテンポな可愛い感じの曲になっております。で、振り付けが全部いろいろ可愛いので、ちょっと今日は最速振り付け解説配信をしようと思います。どこよりも早い最速振り付け解説をしちゃいたいと思います。 BPM180、 これはね、みんなにもね、これからいっぱい夏フェスとか夏のライブでやっていくと思うから、よかったら覚えてほしいので。でルイはもう本当に本当にここ最近もう毎日のように BPM180 のレッスンをしていたから、もう配信中も歌いたくて歌いたくてしょうがなかったんですけど、歌ってはいけなかったので、歌えるようになったのが嬉しいので、ちょっと今日みんなにね教えながら、まだ聞いてないよっていう人で、あの絶対にネタバレされたくないっていう人は今日は今すぐ配信を閉じた方がいいかもしれんけど、でもあの大丈夫、多分ルイの歌と曲を聞くのでは全然違うから全然違うから、あのこれをねなんとなく見た上で配信見たらもっと分かりやすいかも。BPM180 って1分間に心臓が180回ドクドクドクってことでしょ？やばいよね、相当ドキドキしてるよねBPM180、 はい、そうなんです。もう歌詞もねすごく可愛くて、なんかドキ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 しちゃうみたいな、まあ、そういう感じの曲です。ね、サビの、どこを解説したらいいかって感じやけど、とりあえずサビかな。サビがね、基本がね、このハート、一番最初がこうじゃなくて、開いてください、指ピーンってした方が可愛いから、1サビ、ドキ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 、ハートを前に出した後に心拍数180っていう歌詞なんですけど、グラフみたいなのを書いてください。なんかルイはそう心電図みたいな気持ちで、多分そういうやつ、ドキ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 、心拍数180は180です。でもう絶対バレバレだ、大好きでやります。
難しいの。これがね早いの。これだけ聞いたらさ、まあまあまあでもなんか歌詞と沿ってるし簡単やんって思うかもしれんけど、ドキ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 、心拍数180、もう絶対バレバレで大好きって、この一瞬で終わっちゃいます。そう、もうこれはねちょっとね事前に覚えとかんと、踊りたい人もその場で真似するは結構難しいと思う。早いのすごく。でも覚えたらめっちゃ楽しい。で大好きで手を伸ばす瞬間は、伸ばした方は外側かな、なんかちょっと伸びみたいな感じで手首を返しながら伸ばしてください。夏の熱に紛れ大好きを伝えたい、 BPM180 上昇気流に乗っかって大好き。何が変わったか分かりましたか？夏の熱になんか熱いってやって、まあ綺麗でちょっとなんかこうオフショルピラってするみたいな、なんか上着ピラってするみたいなして、大好きを伝えたいってまたハートに戻ってきます。で BPM 次心拍数か、ドキドキドキ心拍数100、違う BPM か、つなげて歌わんとわからんくなる。もう一回、心電図180、トントントン。で次は上昇気流に乗っかって大好きは、さっきはねもう絶対バレバレでこちらってしとったけど、今度はこうです。上昇気流に乗っかって、もう一回大好き、こんなやつです。これを踏まえた上で見たら、配信見て、おお、これがこれがこれがってわかるかもしれない。かもしれないです。かのまさきぴっとくまちゃん、ありがくま、パッハルベル虹ありがとう。みなさんこんばんび。追いつけてないです。ルイは追いつくのにすごく時間がかかりました。もう覚えた、本当に。ルイはものすごい時間をかけて覚えたので、こんな簡単に覚えられては困るんですよ。困るんですよ、こんな簡単に覚えられてしまっては。ドキ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 ピー、あ違う、心拍数180、もう絶対バレバレだ大好き、夏の熱に紛れ大好きを伝えたい、こうです。困った困った困っちゃう。アーカイブ見てね。その後ハート型くものその先へ、トントントン、これ伸ばします、その先へとか、なんか結構その歌詞に沿った振り付けが多くて楽しいので、そう覚えたら本当に楽しいので、よかったらお家で皆さんもね、アイドルになった気持ちで鏡を見ながらやってください。やってほしい、やってやって。お家でアイドルごっこするには最適の曲です、これ。やっぱりね、アイドルには日々のお家での練習が、積み重ねが大事だと思うので、皆さんもそう、アイドルになった気持ちで BPM180 をやるときはもちろんみたいな気持ちでやってください。アイドルごっこにおすすめです。こそれしてきて。よく新曲が出ると新曲のポーズでチェキでおすすめのあるって聞かれるんやけど、どこかな。もうなんかおすすめはやっぱりこのハートがいっぱい出てくるから、ハートとか、ハートからこのピッて一本立てた心拍数のこのポーズとか。ガチカメやと可愛い。あとは何があるかな。もう
全部一個一個全部可愛いんですけど、あ、声もっとギュッと背中るいゆるくなっちゃう。ギュッチャ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 の瞬間の最後のポーズも可愛いよ。こういうのしてるんです最後のポーズも可愛い。でもこれはみんなが覚えてきてくれんとできやんから、ちょっと慣れたらおすすめ、慣れたらおすすめ。まずはこれがおすすめ。180とかもね一緒に使えたらいいけど、8にさ1人いって100と0にも1人いるから3人おらなできやんよねのとこハートかと思った。180なんです。でも歌ってるとねちょっと8ができやんから、両手振りの時は180ってしてます。本当に歌詞が可愛いの。待って、歌詞思い出して読み上げてみますね思い出せるかな、歌じゃなくて。線香花火を挟んだ二人の距離は遠すぎる。あのね、もう火花に邪魔されて、明日世界が終わるなら言いたいことも言えるのに、なんて考えてもしょうがない。目と目があってリズムを走る、ピッチちょっと上ずりがちね。恋する恋する女よ女よ、ドキドキ鼓動が急上昇。あ、可愛くない？めっちゃめっちゃ可愛くない？ドキ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 、心拍数180、ジュン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 ってなります。かわいい。でルイは、ルイが2番のね入り、一番最初 A メロ歌うんですけど、折りたたみ傘一つはただの他人じゃ近すぎるって言うんですよ。すごい可愛くない？なんか線香花火を挟んだ二人の距離は遠すぎると、折りたたみ傘一つはただの他人じゃ近すぎる、可愛いと思って、もうすっごいルイこういう歌詞大好き可愛い、そんな可愛い風に言うね、ときめきみたいな感じですね。ほんと、なんか5人で初めての新曲なんやけど、それぞれこの子はここが好きみたいなパートがきっとあると思うので、ぜひ早く会場で聴いてください。よろしくお願いします。でもね、やっぱり配信あるとさ、何回も聞き返せるからめっちゃいいよね。この曲はそう、できたら動画とかも載せたいなっていう話、もともとメンバーでしてたから、載せるかもしれないです。覚えてほしいから、みんなにいっぱい聞いて覚えてきて。嬉しい。あと U-NEXT ルイも登録してしているので、 U-NEXT のおすすめ映画ドラマアニメも教えてください全然関係ないけど、そうな、 U-NEXT になったからさ、パラビからそっちに登録し直したんですけど、
ちょっとせっかくやから活用したいからおすすめあったら教えて。ここで言ったら忘れちゃうからインスタメッセージとかで送って。いつもみんながインスタグラムのメッセージでチェキとか撮ったやつ送ってくれてるのもめちゃ見てます。ありがとう。メッセージとか見ているのでまた送ってください。天才ゴリラ会いたい、バイ、ありがとう。雑誌も読めるんや。そうなんや、すごい。また全然使いこなせてないよ、ネクスト。ほんで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 、今日のライブでも言ったやつなんですけど、ちょっと今日は他のメンバーが言ってくれたから思い出しながら言ってみますね。はい、予約開始したね、20時にしたね。7月の23日にババババンビサード DVD のサイン会&浴衣チェキイベントが行われます。7月23日もし予定が空いとったらぜひぜひ来てください。 DVD はもうすでに多分購入してくださっている方がいらっしゃるかなと思うんですけど、その人たちはお家から持ってきてくれたら OK で、の持ってきてくれたらそれでちゃんと目になります。そのこの持ってきてくれた CD に書くけど、どこに書くんやろまだちょっとどういうどの場所に書くか、円満なのか最初なのかとかはわからないけど、 DVD でサインイベント初めてかな。なのでぜひぜひ。ジャケットかな。あ、本当、教えてくれてありがとう。で、なんか DVD はサインなんですけど、浴衣チェキ会はまたそれとは別で DVD 持ってなくても参加ができるはずなので、もしあーちょっと買いそびれちゃったかもっていう人はぜひぜひ、浴衣で会えるのもね嬉しいから来てくれると嬉しいです。ジャケットを持ってこなかのね、持ってきてくださいぜひ。肩チェキ、それが予約がもう開始してるから来れるかもなっていう人は予約しておいてください。なんかDVD も多分会場でも買えるのかな、買えるようになるっぽい感じでした。そう、あ、買い取った、よかった。今これ言っていいんかなって思っとった当日 DVD の販売もあります。よかったです、言っていいやつやった。そう、 DVD 購入好きの予約もあるそうなので、現地購入もできます。どちらでも大丈夫。あと8月1日にティフプレゼンツババババンビプレミア企画ティフ2023決起集会が行われます。ティフ2023をもっともっと楽しくするために、なんか振りコピ講座とかおすすめ曲解説とか、各グループさんそういうことをする出演者の方々いっぱいのライブです。なぜかバンビが主催させてもらいます。なぜなぜなのか嬉しい、ワクワクですね。そちらも現在チケット販売中です。そしてそして8月12日にはルイの地元である三重県でのライブが決定しています。
三重県志摩市にみんなおいないなおいないなが正式な発音です。おいないな、なんかからルイはそっちの真似をできやんけど、メンバーがイベント名読み上げるときいつも変な発音おいないなこれです。で、しもしアゴアリーナ、そうアゴって読みます。あれででもおいないなに答える言葉はあんまりないかも。おいないなはなんかおいでねみたいな、おいでおいなんて言ったらいいの、おいでよねみたいな、標準語が得たかもみたいな、そうあのそうそういう感じやから、おいまたまたおいでよねみたいな、あのいらっしゃいいらっしゃいなみたいな言葉なんでしょ。だからあんまりそのそれに答える言葉ってなくない、標準語でも。だからいないなって言われたらなんて答えるんかな。ほんなら行くわそういうのじゃないかな、ちょっと正解かからへん。おいないな行こかいなとかかな、わからん。そう明日までです。明日に先行抽選が終わりますので、もしまだあー迷ってるって思っている人は手伝わせて来てくれると嬉しい。ほんな行こか行こか言うよ。待ってます。ルイ、待ってます。耳を圧縮する。パールベル、虹、ありがとう。天才ゴリラ、レインボースター、いっぱい、ありがとう。でルイはインスタグラムの方に三重県のおすすめのあれこれを載せてストーリーにポンポンポンって入れていくので、よかったらそこをチェックしてください。もう本当になんかあのルイ先行申し込み本気でもう 2,30 かなと思ってた割と2、30人しか来ないんじゃないかしらってアゴアリーナに決定した直後は本当に心配してて、まあやっぱりでもね、いやありえるってありえるよって思っとったから、そう多分あのルイちゃんが生誕ちゃうわ凱旋やから行こうみたいな、そういう悲劇をしてくれやんかったら本当に多分2、30人しか、ただここでライブをしますやったらそれぐらいしか来やんのちゃうかなっていうような僻地なんですよ僻地なんです。だから 2,30 じゃなくてもっと申し込みをしてくれたのはきっとみんながね、あ初めての凱旋やから行ってあげたいなみたいに考えて、ちょっと無理をして頑張って来てくれるからかなって思うので、もうあのぜひ来てくれた皆さんには楽しいなって思ってもらえるように頑張ろうと思います。そしてね、家族のみんなとかにも、家族友達も来てくれるので、ちょっとあの晴れ舞台を見せたいです、見せようと思います。そうルイ関係なかった、本当にあの絶対なかなか来てくれやん場所やとは思うので、そういう方と車でも電車でもどっちでも大変やと思うけど、
レイちゃんのおすすめスポット全部行きます。あ、ルイのおすすめスポットはでも載せたら多分ルイのこと好きな人がいっぱい来てくれると思うので、行ききれないぐらいいっぱい載せます。行けやんぐらいいっぱい載せようと思っているのでね、一個二個にしたら多分みんな来てくれるでしょう。この感じやとすごく嬉しいけど、そしたら多分三重県のお店なんてもうテンパリテンパリになると思うから、だからちょっと多めに載せようと思っているので待っていてよろしくお願いします。なんかいろいろ載せます。ご飯食べるところ、おやつ食べるところ、なんかそういう時間がなさそうな人用にお土産とか、とにかくルイの好きなものいっぱい載せておこうと思うのでちょっと待ってね。いろいろ載せます。お手軽なものから大変なものまで、嬉しい。本当にみんなが見えきてくれるの、行けない方もあるいちゃんはこういうのが好きなんだなと思って眺めてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じ。そしてね、るいはね、明日ね予定がいっぱいあるんでしょう。遠い目、早く寝なあかんけど全然まだ眠たくない。なぜか全然眠たくない。大変なものって逆に何？鳥羽水族館とか時間ないと無理じゃない？一日その日だけでパッと行くにはちょっと絶妙みたいな場所。そう、そうなん。明日は趣味からのお仕事からのお仕事、趣味からのお仕事かなぐらいかな。趣味の予定も入れた。趣味の予定はそう、友達と会うだけなんですけど、朝からもう友達に会いたいけどタイミングがないから朝でいいって言って、休みの日に、休みの友達のね休みの日にもう朝から起きてもらって、朝早くからちょっと会おうっていうことにしました。起きれるかなって言うとった。でもルイも約束したけど自分も心配になってきた。起きれるかな。そうな、お友達がねなんかアパレル系の子なので、アパレルの仲良しの友達、本当に仲いいのよ。大学のお友達なんやけど、すごくない？だってさ、だってそれぞれ地元違くて、同じ大学は奈良で一緒になって、で別のとこに就職した。一回関西で就職したのよその子は。でルイは東京に来とって、で大学時代は学科とかは一緒で、サークルとかは違ったけど、なんか仲良くてめっちゃよく遊んでて、もうそのあ、でも関西やしなと思ってたら、この子がしっかりオタクなので頻繁に東京に来てて、そんなに来るなら東京住んだらって言ったら、確かにって言って転職してこっちで住むことになって、そう、もうちょっと決断早かったら本当に一緒に住みたいぐらい気の合うお友達です。そうなんですね、卒業してそのままとか寮出る時やったら、ルイが一緒に住んでほしかったぐらい、行動力があるところと、でもしっかりしてるところと、でもしっかりしてないところがすごく合うお友達
なんか結構もうルイみたいな人がもう一人おるの。多分ルイみたいかも。そう、やっぱりね、好きなものとかが合うと一緒にいて楽しいからね。そうだから、土日はお仕事やけど平日にお休みがあるタイプの子なので、ルイの友達土日休みがやっぱり多くて、平日に休みの子少ないから、でもきっと朝起きるの大変やと思うけど、ちょっともう朝しかないから朝起きてって言って、朝起きてもらいます。フットワークが軽い面白い。うん、おいしい。おいしいと言ったけど、お水、ただのお水っておいしい。でもなんか本当にルイの友達、長く一緒におる友達ってね、しっかりした子が多くて、すごいわって会うたびに感心する。しっかりしてるけど、なんか思い切りのいい子が多い。東京に住んじゃう感じの子とかが多くて、なんかそういう友達が多いからさ、ルイがこうアイドルになるって急に言い出した時も、本当にえ、いいやんって言ってくれる人が多かった。いいやん、燃えてるよってもう本当にルイ、その大学通っとった時はさ、就職するとばっかり思っとったし、こないだもね、愛知でね、なんやっけ、こないだの会場、なんとか名古屋なんとかかんとか名前忘れちゃったなんか名古屋の金城ふ頭あたりのなんやっけな忘れちゃったけど、なんとかかんとかみたいな会場に行った時に、会場の名前はいいや、マイナビのねイベントをしとったんよ。マイナビ理系学生向けイベントみたいなのしてて、すごい、うわマイナビやって思った。ボートメッセ名古屋、それかもそれかもそれかも。そう、ふと蘇ってきました。ガクチカ、ガクチカとか、ね、就活の軸はとか、自己分析、他己分析とか、うわーってちょっと蘇ってきた一瞬。ルイでもそんな就活中の途中で、結構序盤の方でアイドルになるぞってもう決めたので、そんなにめちゃめちゃ超就活生やったわけじゃないんですけど、もうやっぱね、スーツ着て豪雪行ったりとかさ、そういういろいろなんか考えたりさしとったから、懐かしいって思っちゃったそんな状態でね、なんかみんなが就活真っただ中とか、ちょっと内定出てきたよぐらいのタイミングで友達にね、なんか進路そろそろ決まったって聞かれて、あ、私アイドルになるんですって言うの、すごいすごい引き止めるべき人じゃない引き止められそうな人やのに、そこでさ、え、アイドル、え、めっちゃいいやんって言ってくれる友達に超救われたのでね。なんかそういう感じの何でも受け入れてくれる子が多くて嬉しい。友達に誰にも反対されやんかったな、今思えば。アイドル
母以外誰にも反対されやんかった。でも豪雪は結構東京とかのに行っとったかな、大阪のも行っとったけど、ルイ東京に就職したかったから、なんか学内のも行っとったし、なんか学内の人で東京に就職を考えている人を募って行われるイベントとかにもちゃんとルイ意識高い系やったから、大学入ったばっかりの頃は高くはなかったの、高い系やったから、大学2回生とかから参加しとったよ。そうしてました、ちゃんとしている傍ら、もうオタクでした。高い系です。アイドルなると思わんかったけどね、ルイは。でも周りはいいやんって言ってくれたから嬉しかったし、さかなちゃんにはあなたはバババババンビよりも AKB よって言われたけど、何それって人は、いやバババンビを見てください。でもルイはAKB よりもバババババンビやったと思ってるので、 AKB さんそんな入れないですしね、ルイが入れたの奇跡やと思ってる、バンビに。本当になんで入れたか今でも分からへん。歌もダンスも見なかったのが功を奏して入れてもらいました。歌もダンスも審査がなかったおかげで、あと年齢も不問だったおかげで入れましたけど、そうなんです、普通は入れないので、歌もダンスもやったことなくて大人だったから。そうよ、ほんとね、入れてくれたことに感謝です。本当に本当に本当に。へー、アイドルね、本当にね、ちょっと喪失で言ったら全然ないと思うので、ルイアイドルに必要ではないスキルの方が多分秀でてる。なんかさ、ルイ結構さ、本当に超楽観主義なので、楽観主義なのは向いてるかもしれん。そんなの、ハッピーお花畑なので、割と頭の中がなんか誰にでも絶対いいとこある、悪いとこもあるけど、いいとこも絶対あるし、なんかいいとこばっかりの人も悪いとこばっかりの人もいないと思ってるので、自分にとって、その人にとって悪いとかはあるかもしれんけど、相性悪いとかはあっても、なんかもう本当に全部ダメとか、本当に全部最高みたいなことはそんなにないと思うのね。努力してる人はその分良さは、そこは良さとして引き出ていくと思うけど、そう、それぞれの人には一人一人それぞれの良さがあると思って生きているので、ルイにもルイの良さがあるとは思ってるんですけど、でもルイの良いところは別になんかそんなにアイドル向きではないなって思う。だってなんか性格診断とかしたら、だいたいなんか向いてる職業 Z
全然違う全然違う。この間さ、ちょっと前にさ、とうみさんがね、性格診断のなんとか新聞みたいな、性格診断をして、それを新聞っぽく載せてくれるみたいなやつをやってて、そうで、あのそれ見たら、向いてない職業アイドルって書いてあって、えーみたいなツイートをしてたんですけど、でそれ見てやってみたら、向いていない職業歌手、ダンサー、アイドル、ミュージシャンとかでした全部そういう系みたいな。トミさんはいくつかある中の一個にアイドルって書いてあったんですけど、ルイ、なんかちょっとダメじゃないでもそんなの、あのね、何個か答えた、質問答えたうちのあれやから、まあと思ったけど、フルコンボやったよ。どのアイドルさんよりもフルコンボでした、ルイで、ちょっとあのフルコンボすぎて、これをあの会話じゃなくてツイートで載せたら、みんなが心配するかなぐらい向いてないですって出てきたから、ツイートできませんでしたみんながそんなこと言わないでってショック受けるかもと思って、気にしてないです全然。でも向いてる職業、なんかプログラマーとか、なんか何が多いかなと言っても、大体ね、どの性格診断とかしてもそういうのが出てくるから、あ、なんかそういう、あ、そういう風に思われるのね、診断やとって思った。気になってた、ありがとう。毎日配信してるから、よかったらまたフォローして見に来てね。待って、デイリーどうぞってことはもう12時信じられやん、早すぎ、1日早すぎる。こんばんは、12時で星を集めに来てくださった皆さんもこんばんは。今日はイノです。早いね、一日。明日月曜日やのにこんなに見てくれて大丈夫？みんなも無理せず見てね。ルイも大丈夫？明日朝起きるのに喋りながら、明日朝遊ぶ友達から LINE 来ました。お腹が空いたから、明日行くご飯屋さんのメニューを見てますって LINE が来ました。わかる、起きる、大丈夫。最近ちゃんと起きれてる気がする、寝坊をしてないです。でもね、そうなの、今日ね、ルイ本当に朝からやらかしたことが一個あって、ルイのなんか集合写真とか見てもらったらわかると思うんですけど、ババババンビの今日さえちゃんの生誕ライブの衣装、トップス用意してくれたじゃないですか、さえちゃんが可愛いの。スカートもみんな羽衣装の入ったじゃないですか。ルイ、スカート持っていくの忘れてしまって、忘れたんですスカートこれ明日も使うから自分で持って帰ろうねって言って、名古屋から自分で持って帰ったんですけど、あれ羽衣装って言ったらダサいって言われたんやった、メンバーに。天使衣装って言います羽衣装だ、言い方ダサいって言われた。天使衣装のスカートを忘れまして、そうってなって、もう大慌てでマネージャーさんに、大変申し訳ありません、忘れ物しまして、なんかこれかこれかこれか選択肢を出して、これかこれかこれで対応お願いしたいですって言ったら、
そう、さえちゃんの衣装をね、運営さんがたまたま使う予定ないのに持ってきてくれていて、これだと思って、さえちゃんスカート貸して頼んでスカート貸してもらいました。もう本当によかった。ルイだけスカートなくなるとこやった。私服のこのなんかこういう素材のスカートで踊らなあかんとこやったね。えでもなんかそのおかげで逆にあの紫の服に紫のスカートになってハッピーでした。ハッピー、嬉しい。本当に久しぶりに忘れ物してびっくりしちゃった。気をつけます。おっちょこすぎる、本当に怖い怖い。紫スカート履けたのも嬉しかった。か貸してくれたさえちゃんありがとうという気持ち。あのそんなにわからんかな、そんなにわからん気がする。チェキってもチラッとしか映ってないけど、一応面からなんですこれ。めっちゃよくない？犬チェキ。形もね実は違うのよ、よく見ると。でもなんか白ってそもそもあんまり普段から白色って感じじゃないから、紫入っとったけど言わな誰にもバレやんかった。誰にもバレやんかった。今日はなんかお外でも撮りました。反射しちゃうね、むずいね。そうお外とお花の前ととかで撮ったので、よいしょ。頼んでくれた人楽しみにしといて。よいしょ。そろそろ寝ようかな。まだ寝たくないけどな。犬？犬？ワンワンワン。猫？猫？ニャンニャンニャン。うさぎ、うさぎ、ぴょんぴょんぴょん。ちょっと無理ちょっと無理かもちょっと無理があるかも。あ、うさぎパンみたいに見えるね。一気にコロッケかパンにしか見えん。どうも、うさぎです。犬も猫も好きやけど、ウサギが一番好きやからね。ポポちゃんウサギやめたになる。ウサギやめた T シャツ類3種類持ってんの最近よく着てるなと思ったでしょ。3つあるんですよあれ、実は3種類あるの。コロッケ、よいしょ、ピンでね固定してます。クリップ型だからどこにでもつけれる。バリエーションあるよ、よく見て、よく見てみて。自撮りと TikTok とかで違うかな。あのそう、耳投げとるやつとか、なんかあのちょっと投げ方が違ったりする。犬？傾いたら犬に見える。これは多分作ってもらったやつなんじゃないかな。このこれは
そんなような気がする。こういう素材ってどこ塗ってあるかわからんよね。ここかな。ふわふわ。何それ、ブラック。よいしょよいしょ。せっかくもらったので、また何かの機会に犬になろうと思います。ではそろそろランキングを読もうかな。よいしょ。誕生13位直吉、12位タロン、11位カレー君、10位ミヤ、9位ミストラル、8位サニーハイランド、7位オルテガ、6位ダクソンハンド、5位シュー、4位タナマサ、3位トシアキ、2位パッハルベル、1位は天才ゴリラ。今日も1日ありがとうございました。ありがとう。TikTok の取りだめがなくなってきたから、来週何載せようかなと思ってる。だから明日はちょっと予定いっぱいなんですけど、どこかの隙間で取れるように頑張りたいです。たくさん見てくれてありがとう。嬉しい。ほな、また明日ね。明日はちょっと朝からお出かけなので、ルイは夜配信かなと思っております。ほな、またおやすみー。